決死の思いで奥州へ戻った伊達軍。しかし部下を見捨てて奥州へと連れ帰られたことに激高した政宗は、小十郎の制止も聞かず怪我を押して出陣しようとしたのであった。なんという無茶をされるおつもりだ。お待ちください、政宗様。総流の決闘。小十郎、あいつらを置いてなぜ帰ってきた？大将とはいかなる戦においても生き延びなくてはならぬもの。あなたが背負ったものと、あなたの天下を待ち望む民を思えばこそ奥州へと戻りました。お前の言うことはもっともだ。だがな、右か左か揺れる天秤を眺めるのは好きじゃねえ。俺はどっちも掴んでみせる。どけ、小次郎。今回ばかりは無茶を通すことはできません。止めるためなら。刃を交えることも辞さぬ構え。上等だ。小十郎、お前なら俺がこんなことを分かっていたはずだ。ならば何度でも申し上げましょう。あなたは決して死んではならぬのです。傷を負い大地をその血で濡らそうとも。もらうぜ。独眼竜を舐められて黙っていろってのか。己の立場を忘れか。お分かりのはずだ。子供じみた考えは控えねばならぬことを。そんなことは俺が一番分かっている。ならばなおさら民のことを思われよ。あなたの先の重さを考えるのです。
あなたは天下を目指すことを選んだ。もう決断したのです。静かに眠れ。もらうぜ。どうした、ぼんやりしてたら命が散るぜ。手加減したとでも言うつもりだ。俺を怒る。俺としたことがクールじゃねえな。だが倒れるわけにはいかねえ。カモン、ナロブヤ。どうした小十郎、俺を止めねえのか。政宗様、なんという無茶を。どうかご馳走なさる。あなたの傷はまだ癒えていない。だから手加減したとでも言うつもりか。俺を怒らせんじゃねえぜ小十郎。死を恐れねえ。だが死のうと思ったことは一度もねえ。政宗様、それは、そう、お前が教えてくれた言葉だ。これは死にゆく部下を見捨てるような、そんな無責任な大将になる気はねえ。どうした、ぼんやりしてたら命が散るぜ。俺はまだ。マサムネ様、死を恐れたことはない。だが死のうと思ったことは一度もないか。この小十郎、あなたの二つの宝、部下の命と竜の刀を取り戻し、必ず戻ってまいります。